ありがとうございます。みんなギリギリ攻めるよね、マジで。始まりました、メインイベント唐戸市場に行きたいと思います。急激にお腹空いてきた。やばい、よだれ、もうやばい、業者さんやばいですけど、お腹空いてきた。どうしよう、うわどうしよう。そうですよ。あ、今からあれですよ、関門トンネル。え、噂の下関に行きます。噂の関門トンネルに。トモヤが知らなすぎてえって言ってたよね。海中トンネルですか。私も知らないです。え、まずいって。海中トンネルってどういう状況ですか。海の中のトンネル。海の中潜るんですか。そうです。どうしよう。ちょっと待って待って待って、これで通ってた方がいいのかな。かわいい。340万回数です。ありがとうございます。このフグに飲み込まれていくところを撮っとこう。今から関門トンネルに入っていきます。フグフグだぜ、かわいい。わーわわわ、下に下に下ってる。海なのと思うけど、ただのトンネルだから。本当だ、ただのトンネルでした。別にこう水族館みたいな水槽とか見えない。ただの、私ここガラス張りなのかと思ってました。なわけないやんな。枠ないな。そんなわけないやん。カモンワーフのご飯も食べたいところですが、とりあえず唐戸市場でございます。カモンワーフのフグと写真撮らないと。ねえねえ凛太郎、はい、フグ、クジラ、ウニって書いてるよ。凛太郎が食べたいものスペシャルが。イエーイ。みんなどこ、もうみんな食べてるの、もしかしてみんなも食べてるの。待って、めっちゃ市場だ。着きました。うん、思いのほか市場だ。着いたー、イエーイ。フグフグマスクしてる。なんでなんかお寿司はお寿司でもなんかいろんな部位があったりとか、のどぐろとかクエとか、大トロ200円がありました。食べたことないの食べたい。そう、何が食べたい。また何が食べたいですかね。なんかフグ食べたことないので、ぜひここ下関でフグデビューをしたいです。凛太郎は何食べたい、はい、クジラ食べたいです。あ、クジラあったよ。クジラベーコンってやつあった。あ、クジラベーコン買って帰ります。じゃあフグと千秋さんです、どうぞ。あ、かわいい、かわいい、ありがとう。満足。マスクしてる。本当だ。で、千秋さんに問題です。はい。なんで山口の人たちってフグをフクって言うんでしょう。わかりました。え、なんですか。山口県はフグが有名だから、フグをフクと呼んで神様にしてる。フグをフクと呼ぶことで、フクが来る系の神様。フグが来る系の神様だと思う。フグが、うん、なるほど。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。デルル90点。90点。あ、わかった。フグって、え、フグって怒ったら針出るやつ。ないです。ないです。ないです。あ、そうか、ちなみました。だから針出てない状態だから点々が抜けてフグ。あ、ごめんなさい、ゼロ点です。やばい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 。あんまりお腹今ちょっと。朝ごはん食べたの。しっかり食べちゃって。バカだね。いや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 、もうコンディションが悪いね。いやいやいや、やっぱりその食べ過ぎも良くないかなって、海鮮も。へ、うん、でも僕床にもう目つけてるのいっぱいあるね。マジ、はい、なんで。あ、今通ってきたからか。あ、ですね。待って待って、目で予約してきました。待って、出遅れてるわ。なんならもうお腹いっぱいになったわ、バカ。もう友也目で予約してきたらしい。もうお腹いっぱいなんで。
私まだ今ゼロだからお腹の好き具合。好き具合ゼロ。食べてないんですか。うん、食べてない。そう、ちょっと早く食べたいんだけど。いや、あれただのじゃんけんなんで。何のじゃんけんが来るんですか。じゃんけん負けたら1時間食べるの我慢。みんな食べとくの見て。1時間後食べる。激混みですよ本当に。みんなが飯食ってない1時間チェキを見るかから。千秋さんが千秋さんじゃなくて本当に人格を失ってしまう。待って待って、すごい、めっちゃ並んでる。もうどうしよう。だからだからよ、どうしたらいいの。あー、もうやばい、だってめっちゃ並んでる。え、なんかさきさんよ、もうどんどんあれですよ、いいものを取られていきますよ。だからよ、どうしたらいいの。え、もうね、もう戦い始まってるんですけど。安い場所がやっぱり多い、行列でした。マジ、はい、やだ、ね、怖いんだけど。私がここをどれだけ楽しみにしてたと思ってる。めっちゃ美味しそうなんだけど。つぶがいください。待って、選べないんだけど。イカも絶対食べたいな。でもイカ食べたらお腹いっぱいになっちゃうかな。わー、ホタテすごい。どうし、さて、どこにいるでしょうか。あっちから渡ります。木下さんも赤髪だったら分かるんだけど。赤髪だったら。あ、いた、赤髪いた。いた。いますよ。めっちゃ美味しそう。うわー、絶対フグじゃん。フグの唐揚げ。めっちゃ買っとるやん。ホタテめっちゃでかかった。マジ？買うしかないやん。ああ、ありがとうございます。違う違う、見て見て。千秋さん、僕らが買って帰ってくるまで食べちゃダメですよ。見て見て。見ました見ました。ぜひ、あの俺ら今買ってくるから待っといてね。行きましょう。行きましょう。行ってらっしゃい。ありがとうございます。演者になる。あ、そういうことじゃない。カメラマン向いてないんです。はい、いよいよ、はい、お寿司とか海鮮とかいっぱいありますから買いに行こうと思います。行っちゃいましょうか。私が食べたいと思ってる、はいはい、マンタちゃんも買ってたんですけど、はいはい、クジラのベーコンっていうのがあるんですよ。あー、あなんか特殊な感じの、なんかこう変わった色してる、はいはいはい、なかなかクジラって食べれる機会ないから。まあそうっすよね。私なんか前カラト市場行って食べた時にすごい美味しかったんですね、はいはい、あ、美味しかった。どんな味なんですか、簡単に。いや、しがたいけど、なんか、はい、食感とかも、はいはい、なんか魚っぽくないって感じ。ああ、クジラ感じる感じで。まあクジラを感じますね。はい、まあ、はい、何を食べたいですか。もう本当にあのフグ汁。ああ、フグ汁ね。フグ汁、フグ汁、はい、はい、いや確かにここでしかやっぱ食べられないようなものでもありますね。鹿児島でやっぱ見ないし。うん、確かに。ちょっと僕昨日お酒結構入ったんで、あの今こう優しい味染み渡らせたいなっていう、はい、AZ の朝食の味噌汁すっごい美味しくて、あもう僕だから500円の海鮮丼のおばちゃんとさっき、あのちゃんとアイコンタクトして、アイコンタクトしてきたんですか。今から回収しに行こうかな。ちゃんとね、誰よりも安くいい買い物をするか、それが一番の競りって思ってました。まあ、ここでそこを重要視するかどうかっていうところはちょっと疑問ではありますが、まあまあまあ、やっぱり市場ですから、観光名所とはいえず市場ですから、うん、まあそうですね、はい、安く、まあ、コスパを抑えて美味しいもの、僕じゃなくてこう、あの市場を移しましょうね。はい、お、こんな感じです。これ撮影 OK ですか。クジラベーコン、これです。クジラベーコンですね。なかなか見ないものじゃないですか。あの炙りしめサバを普通に、てか普通に。木下さん、木下さん、あの珍しいものがあるらしくて。あ、クジラだ。これです。さきさんおすすめらしくて。
僕はあの炙りしめ鯖がでかすぎて気になるんで買います。びっくりするね。はい、ちょっと僕買いましょうかね。これは熱っ。もう買ったね。おもらったね。あ、お釣り忘れた。いいですか。いや、今1000円もらったけん700円の。ありがとうございます。やった。得しました。いや、得したじゃないけどね。いただいちゃいました。いや、いい街ですね。いい街、うん、いい街。炙りしめ鯖来てみたいな、ね、いや、めっちゃ美味しそう。致命的ミスを犯してます。わさび嫌いなんですよ。え、やだ。素晴らしいです。ありがとうね、200円ね。ありがとう。レモンがありますね。焼き目の音だもんね。いや、レモンがでかい。レモンがでかい。はい、取れた。はい、いただきます。すごい。こんなことあります？やばい、すごい。レコちゃん巻いてね。すごい。うまうま。サンドしてる。フグとサーモン。分厚い。確かに。めっちゃ美味しい。またこれもおすすめです。エビぐらい。これはもう。気合が必要です。どっちでもいい。分かった分かった。パッて勢いよく食べすぎる。飲みがですね、整えてから。うん、はい、頑張った。スイちゃん。今度海苔巻きが完成しました。はい、いただきます。うわぁ、はい。実食。実食、このローリング。おぉ、でかい。頭取れたね。うん、うん、うん、おいしい。シェフさんのチラ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 、ラスト1巻。ラスト1巻。キラキラが薄すぎて喋れない。キラキラさせてくれ。実食。うまい。どうですか、お味は。うん、美味しい。冬の大丈夫ですか。おちょっと、やっぱちぎるのが好きかな。柔らかいというよりは結構歯応えのある食感なのかな。頭取っといて、頭吸うみたいな。これを食べた人にしか分からない。味噌ね、分かる分かる。味噌、味噌が回ると思う。私、2周目行ってくるので、行きたいと思います。ここにいたんだ。